中村愛のうまコラボ。どうも中村愛です。プシュー。昨日は七夕でした。皆さん短冊に願いは込めましたか？私中村愛は若い肌でいられますようにと切に願いを込めました。そんな中、競馬界では G3 七夕賞が今週行われます。私中村愛の注目はズバリこちらです。なん、14番トーラスジェミニです。なぜトーラスジェミニかと言いますと、ダン、昨年の優勝馬巻き返しに期待したいからです。ということでトーラスジェミニ成績なんですが、昨年の G1 安田記念で5着に健闘した後、続く G3 七夕賞で重賞初制覇を果たしています。しかしそれ以降発戦しているんですけれども、3走前の地方黒船賞を除いて重賞だった7レースはすべて2桁順位に低迷しています。そのせいか昨年の優勝馬でありながらトップハンデを背負うこともあり、人気薄が予想されております。とはいえこのレース、なん、過去10年前走2桁順位から挑んだ馬が4勝ということで、大敗からの巻き返しが目立っております。なので昨年の優勝馬ということもありますし、この大敗からの巻き返しもあるということなので、ここらで穴馬狙ってみるのもいいんじゃないかなと思っております。そしてもう一つの理由、もうこっち大事ですよ。ダン、今週はハラ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 なつこちゃん誕生日です。おめでとうございます。ということでトーラスジェミニに騎乗するのは原雄介騎手です。ハラウィーク、ハラつながりということでサイン馬券あるかもしれません。ということでまとめると、今週はダン、昨年の優勝馬ここで復活なるか、ハラウィークの原騎手の好騎乗に期待したいと思います。14番トーラスジェミニに注目です。馬と未来とのコンテンツ、馬コラボ。高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6位内の組み合わせが合言葉です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位内の組み合わせだったのは33レースでした。その中でも土曜日に行われた小倉2レースでは、1番人気、9番人気、6番人気で決着したレースを見事的中。3連単の配当は6万円を超えました。的中された方おめでとうございます。今週は七夕賞のコラボ指数をブログ内で無料公開。また馬コラボは馬と未来との協力コラボを組んで、コラボ指数以外にも気になるコンテンツを展開中。詳しくは馬コラボ、そして馬と未来とで検索してみてください。以上、中村愛の馬コラボでした。